つい最近ディッシュドロップのデモンストレーションを数年ぶりにやったんですけどアムウェイのディッシュドロップのこの最大の理由は何かって言うと薄めて使うところにあるで,でこれをこっちは落ちない洗剤なんですよって見せちゃうからもうウソくさいわけ最初から聞いたときにえこれ現役でやったらどうなのって思ったわけで現役で家に帰ってやったら同じようになるからなんだこれどういうことなのってでいろいろ聞いたらあ 現役で薄めておけるのがポイントなんだでもこれ間違うだろうな洗浄力のっていうそしたら案の定日本中がその実験をするようになってネットで叩かれるようになってみたいなでも本当は自分が発信する情報は自分にプライドがあったら考えるべきじゃん過去の人生がどうだとかお金を持ってるか持ってないとか関係ないの